はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、スイカゲームね、やっていこうと思います。ということで、ね、行ってみましょう。行け。さあ、やっていきましょう。まあ、とりあえずここまでは、非常にいいペースで来てるんじゃないか。まだ始まったばかりだが。はい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 。まあ、なるべく順番にね、くっつけていきましょう。オッケー、オッケー。で、さらに、リンゴできて、ブドウできて、で、ブドウもくっつくと、いいペースじゃない？はい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 。まあ、これこっち置いといて、ここくっつければ、一気に桃まで行く。とりあえず、リンゴにして、こっちも育てれば、すぐなしですね。オッケー！なんか、いいペースだね。で、まあ、これも間だけど、リンゴにしちゃって、これは端っこに落としておいて、で、まあ、リンゴのとこでちょっと育てたいけど、まあ、ちょっとまあ、これも端に置いて、で、これくっつけて、くっつけて、ああ、落っこっちゃうね。まあまあまあ、いいか。で、ここにじゃあ、チェリー置いて、次、チェリー来たら、それくっつけましょうか。オーケー。よしよしよし。ただ間にちょっと挟まってるオレンジをなんとかしたいな。これ一旦リンゴにして、おっと、そっちでくっついた。それはちょっと予想してなかったな。まあまあまあ、でもこれはこれでありというか、悪くはないんじゃない？あー、どうしよう。こっちとくっつけ。あー、そっちとくっついちゃう。まあいいや。まだいけますよね。はい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 。そうだな。こうなると、下のリンゴがちょっと孤立するか。どうしようかな。ちょっと待てよ。チェリーを落としていく。で、これくっつけて、あそこちょっとイチゴ欲しいね。イチゴここくっつける。で、これこっち一回くっつけて、でもちょっと間にブドウ入っちゃうの嫌か。まあ、ここに置いて、これはくっつけてリンゴにする。で、端っこにチェリー、ぶどう落とし、いちご落として、ちょ、言い間違いがひどいな。次もチェリーか。ちょっと、でもチェリーチェリーだから、一旦ここにいちごで落として、これくっつけて、オレンジくっつかない。浮き上がっちゃったか。まいったな。そしたら、どうしようかな。これ、そのチェリーすごいパワー持ってんね。まあじゃあこっちくっつけて、ちょっと待て、そのリンゴ転がってくんねえかな、一旦そっちにリンゴ転がって、オッケー。ただ桃が全然くっつかない。これ一旦いちごいちご落として柿にする。で、柿をね、リンゴにしてしまおう。そしたら、この上で育てていく。これ一旦梨まで行く。で、ここでどうするかだが、ちょっと待て。これくっつけましょう。で、チェリー端置いて、ここオレンジ置いといて、もう一個のチェリーはちょっとこっち側に寄せておいて、全然出てこないな。で、ここでオレンジくっつけて梨まで行く。ただ梨とももがちょっと交互に並んでしまって、あまり良くない気がする。この上で改めてまた梨を作れれば一気にくっつくが、これさ、中でチェリー、入っていかないな。入っていくかと思ったんだが、ダメですね。じゃあ、ここで改めて育てていくか。オレンジ入り込む、おっと、ちょっと待って、何が起きた？なんか思ってない変化が起きて、いろいろくっつきましたね。はい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 。まあ、パインができたので、この調子でいきましょうか。そうだね。まあ、これは下落ちるでしょ？だから、いちごもついでに置いといて、で、こっち置いて、チェリー落として、これリンゴにする。で、リンゴの上でまたちょっと育てていきますか。チェリーはじゃあ右に、全部、チェリーしか来ねえ。チェリーしか来ないけど、チェリー下でリンゴにまとまる。これ梨できて、オッケー！おー、なんか一気にスッキリ。一気にスッキリしたね。
なんかね最初の頃はねちょっと言わないまでも終わりそうな雰囲気を感じてたんだけど、なんとかまとまってきたかこれ。ほい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 、ちょっとこれちょっとその後が雑になってまたね、ごちゃごちゃとくっつかないで下に溜まってしまっていますが、まあこれ一旦なしにしましょう。でこれくっつけて、そうだな、リンゴ作る、これあーブドウくっつかないんかい、おーくっついた。でこれ柿になる、で柿と柿がオッケーオッケーオッケー、なんか下の方で綺麗にまとまったね。これチェリーくっつく、でイチゴになるけど、下に挟まっちゃうね。これ梨待ちしましょう。あー崩れちゃった、バカな、崩れる前にブドウ落としときたかったな、ショック。まあでもここでくっつければ桃になりますね。オッケー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 、結果的にはまあそんなに大差ない。さあそうしたらちょっとイチゴがね、あのイチゴどう処理するかっていう話だが、チェリー待つか、むしろたまにはチェリーにも仕事をしてもらう。あーでも次イチゴなんだ、へへへ。ちょっと待って、イチゴイチゴ続くんだったらこっち落とすか。でブドウにしといて、あーでもなんか化学反応が起きてる、あんま良くないな、でもその反応。ちょっと待って、まあいちごいちごここ落としてくっつけて、ここ梨まで持っていく、梨まで持ってって、またこの梨の上をね育てていきましょう。はい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 、お間に合った。これ微妙だな、これ一旦こっちか。で柿ここに置いて、チェリーとイチゴはこっちに寄せておく、チェリーとイチゴはこっち置いておく。これちょっとブドウ待ちにするか。おブドウ待ちでブドウ来た。あでもこれこの、あーそうなるか、くっつかないなあれこれじゃ良くないか。あーダメだった、余計なことしたかな。あーそっちで梨になったか。こうなるとあのオレンジを消すためにブドウを置いてブドウで待つか。あーでもなんかずれていく、どうしよう。おちょっと待って、よくわかんない反応しないで、それちょっとブドウ消したいな先に。これ一旦こっちを柿にして、あのブドウ消したいんだけど、ちょっとブドウ来てくんないかな。あブドウ来た、オッケー。これブドウを一旦柿にして、でそれからあー次何来るだろうな。柿だと微妙なんだが、ここにこうして、あちょっと待って、オレンジはやだ、オレンジはやだな。うわちょっとここに置い、あー塞いじゃった。あーこれちょっとブドウ来ねえのかよしょうがない。あーダメかはい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ、ほい。